佐久間長隆大正12年1月4日は、江戸幕府の寄木、東京裁判所職員。通称、矢田吉、鍵三郎、賢三郎。天保10年、南町奉行所により木として代々勤める佐久間家の賢三郎長公の長男として、江戸八丁堀に生まれる。弟に原種明がいる。加盟5年9月5日、文家独立した父、長公に代わって、 祖父の彦太夫の家督を継ぐ。五番所役無足見習いを命ぜられ、銀味方よりきを務めた後、町奉行支配長役券よりきに、就任、150票20人ぶちとなる。一時期、神奈川奉行所に赴任する。町奉行所が廃止された、明治維新後は、新政府が設置した市政裁判所に勤務する。明治五年に、司法券小判事、足柄裁判所長を歴任し、 東京裁判所に報職。明治6年12月28日、病気を理由に辞職。その後、大下人や銀行顧問、石油鉱残業など様々な事業に携わった。大正12年没。去年85。東京都台東区小飛機町の長寺に葬られる。徳川幕新人名事典307ページ。国書人名事典、第2巻340ページ。 および、幕末維新人名四百443ページでは、天保9年生、慶応4年時点、徳川幕新人名治典308ページ、国書人名治典、第2巻340ページでは、去年86。ありがとうございます。